ぱり思うのが、まあ、今活躍の大坂なおみ選手っていますよね、うんうんうん、もう大活躍なんですけれども、まあね、たまにちょっとひねくれてるからたまに思っちゃうんですよ、うん、彼女がもし日本で育って、ねうん、日本の中学でそのテニスをやってたら、うん、果たして今のところにたどり着けたんだろうかって本当に考えることがあって、うん、だから、まああいうテニスの才能がある人だから、うん、本当に日本で育って日本の中学校でテニスをやってもあのポジションに行ったかもしれないけど、うんうん、もしかするといろいろこうしごかれて、うん、それでなんか途中で折れちゃって、うん、そこまで行けなかったのかな、やっぱりアメリカだから行けたのかなとかね、ちょっと想像したりはします。そう、まあ、真相は闇の中ですけど、もしもっていうのは行けます。そう、同じような投稿があってで、ドイツに住んでいた親子の話なんですけれども、日本に来て日本の部活に入ってサッカーを続けたいと、ところがプロは日本では茶髪でもいいじゃないですか、はい、だけれども神奈川県の部活は坊主なんですって。あ、ええサッカーがサッカーなのに坊主なんです、野球じゃなくて。それでそう、息子はもう泣いちゃってサッカーやめたっていう笑えない話がある、本当に悲しいですよね。その人はすごく有望だったかもしれないし、まさにその大阪のおみさんと同じような例ですよね。だから多分大阪のおみさんも小さい時からテニスをやっていたから、仮に日本の中学校に通っていたら、まあでもテニス上手いのは分かるけどあなた1年生だからまずは球広いからねって絶対なったと思うから。あ、そう、本当。そうすると、その本当は練習してた方がどん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 自分の能力も上に行くのに、その球広いとかそういうのがあってまたちょっと時間を無駄にしたりとか絶対あったと思うから。なるほど。今話聞いててふっと思ったのは、本当のスポーツをするっていうことの周りに油がべっとりついてるような感じで、いわゆる体育会系のそのしつけみたいな上下関係とか、他の人と違うことをやってはいけないとか、なんかそういうものがべっとりこうくっついてるわけですね。そうですね、そういう気がします。なんか基本はそのドイツもそのオーストリアも今はその学校での体罰っていうのも法律でも禁止されているので、うんまあ、ないんですけれども、で家でも禁止されてるんですね、法律で。で、親が子供を叩くのも最近はダメで、うん、でところが、まあ、その特にドイツ語圏のヨーロッパってそれこ その戦争前とか戦時中とか戦後ぐらいまではその体罰すごい激しい国で、なんかお父さんムチ持って待ってるみたいな、そういう世界だったんですけど、それがなくなったのはやっぱりその戦争が一つすごく大きくて、第二次世界大戦のことですね。でちょっとドイツと日本同盟国だったんですけど、ちょっと流れがその後変わっていて、そのドイツの場合は、まあ、戦後割とそういうこう戦争中にあったことをいろいろちょっと考え直すっていうことがすごく強く行われていて、で、まあ、例えばそのどうしてそういうふうにこうみんな戦争に走ってしまったのかとか、どうしてそのヒトラーみたいな人をすごいいいと思って投票してしまったのかとか、いろんなことをその考えてきたわけですね、何十年もかけて。でその中でやっぱり一つドイツ社会の中でちょっと言われてるのが、やっぱりあれはなんかそういうこう一家例えば家族がいて、そのトップになんかそのお父さんがいて、その人がいつも殴る人だったって、それがその、まあ、国民みんなにとって普通のことになってしまっていて、ある意味スタンダードになっていて、それでだから暴力があっても何とも思わない人たちがバーッといっぱいいたわけですよ。だからこそその戦争になってもなんか他の例えばまあ、いろいろその戦争中に、まあ、強制収容所があったりとかいろいろしましたが、そういうのがあるって分かってても何とも思わない人たち、だからすごくそれって恐ろしいことで、それはまあどこから来るのかっていうと、やっぱりその極端なまあ体罰とかそういう暴力に基づいたその教育をまあ見直しましょうっていうふうにもっとその戦後からなっていて、まあ、それがその法律化されたのはもう70年代とかそれぐらいなんですけれども、そういったところが大きいと思いますね。さっきおっしゃってた学校で手を挙げるのも、入ってこうやって入る人らみたいなのじゃなくて、こうやって手を挙げる、そうそうそう、ドイツは手を挙げるのはこう手を挙げるんですよ、ね、これはなんかヒトラーの時の挨拶のためでドイツの授業中手を挙げるとかこういうふうに挙げるんですけど、これがなんか日本人から見るとすごい不思議みたいで、うん、なんかこれ分かる人ちょっとみんなドイツのこうやって手を挙げる、人差し指を挙げて、さっき写真を見ていただきましたけれども、その日本も体育の授業っていうのは、まあ、
いわゆる兵隊さんの体力を作るために使われた、服用のために使われたっていう、それはドイツも同じですよね。同じです、同じです。はい。だから戦前の、まあ、ドイツの曲とか戦時中というのは本当にあのもう戦争のためにもうなんかいっぱい子供を産んで体力をつけてドイツのために頑張るというのはそれこそあったの で それがあったから今はもうそこからもう180度離れたやり方をしましょうっていうのが、まあ、今のドイツの、状況ですよね。